渋谷。うん、分かった。うん、もう大丈夫。じゃあ、彼女。え、君は違うよ、あの、同じ大学の。あ、はいはい。あ、帰る。あ、じゃあホテル代割り勘。ありえない。次、次。ねえ、合コンすることになったから。合コン？そう、恋愛砂漠を抜け出すには一番手っ取り早いでしょ。あさって予定組んどいたから。はあ、あさって？でも私好きな人いるし。固いこと言わない、人数合わせよ。夕飯代が浮くと思えばいいじゃん。いや、めんどくさい。めんどくさいはキンク。みんなで恋愛砂漠を脱出するんでしょ。いやでもさ、着てく服ないんだけど。ごめん、意味わかんないんだけど。いや、言葉通りの意味なんだけど。ワンピースにしましょう。え、私もう何年も着てないんだけどさ。大丈夫、ワンピースを嫌う男はいません。いや、私が嫌なの。膝上がいいかな。そうだな、もうちょっと。あ、腕出てるの可愛いんじゃない。ねえ、さっきちょっとここはちょっと値段がさ、ほらね、腕出てないね。そうだな。藤井先輩、行くよ。え、買わないの？ブランドショップで目星をつけたら、あとは似たようなのを探せばいい。どうせ背中にブランド名が書いてあるわけじゃないんだし。なるほど。それにね、頭のてっぺんから足の先まで高級ブランドで決めてったら男は逆に引くよ。へえ、そういうもんなんだ。このご時世、適度な経済感覚のアピールがより好感度をアップする。へえ。だからって貧乏臭くなっちゃダメ。一点豪華主義で、バッグはコーチで行こう。コーチ、お願いします。あさって返却で2000円になります。2000円になります。DVD 以外のもの初めてレンタルした。次は靴。あのさ、私ヒールのあるのはちょっと嫌なんだけどさ。大丈夫、男のプライドを傷つけず、かといって欲情をなえさせない微妙な高さのヒールがあるから。行くよ。はい、よし、もう一軒行こう。もう一軒飲みすぎっすよ、タムさん。もういいじゃん、もう一軒くらいやろ。あ、じゃあ俺ここがいい。ここ、クラブ、ファイル、フェアリーだよ。ちょっとタムさ ん、ほら今日は藤井もいいんだからさ。藤井は気にしないだろう、こいつ女じゃないし。うん、いいだろう、藤井。いいですね、タムさんの好みの女の子いるかもしれないし。だろう、俺さ、花は聞くんだよ、花は。ありがとうございました、またどーん、ど真ん中。いらっしゃいませ、今ならお席ご用意できますよ。ナメ様です。あの、私今日疲れたんで先帰ります。楽しんで。あ、ごめんね、今日はいいや。あ、いや、でも俺、タムさん行きますよ。いや、だってこの子可愛いじゃん。俺、あの、ど真ん中です。なんで。いや、カラオケ行きますか。カラオケにする。おかえり。藤井先輩、帰ってたんですか。うん。あ、お茶飲む？あ、いい。あ、そう。ただいま。なんだ、まだ起きてたんだ。関先輩？笑えば。いや、笑うなんてさ。笑えばいいじゃん。ずっとバカにしてたんでしょ、私みたいな女のこと。外見だけ着飾って男に媚び売ることしか考えてないって。何、何のこと。必死で洋服選んで血相変えて化粧して、
そりゃ藤井先輩みたいな人から見れば笑えるよね。ちょっとどうしたんですか。いいよね、自分に自信がある人は。今までどうにかして人から好かれたいなんて思ったことないんでしょ。そんなことないって。だから化粧もおしゃれも必要ないんだ。だから合コンの時怒って帰ったんだ。何にもしなくても綺麗な私をこんなバカみたいに飾り立ててって。違うよ、そうじゃなくて。化粧なんかで飾らなくても自分は全然イケてるし、おしゃれなんかしなくてもジーンズとシャツだけでかっこいいと思ってるんでしょ。だから違うって。何よ、恋愛がめんどくさいとか言ってかっこつけちゃってさ、傷つくのが怖いからめんどくさいって逃げてるだけじゃん。そんなんだからいつまで経っても男ができないのよ。親友でいたいって言われちゃったらさ、そうするしかないじゃん。なんだ、結局昔の男引きずってるんだ。男東海引っかいしまくってるくせに恋愛不干渉のあたり言われたくない。えらそんなこと言って、結局男と遊ぶ金欲しさにキャバクラなんてやってるくせに。咲先輩、ちょっとやめてください。二人とも黙っててよ。ちょっと恋愛してるやつはほっといてよ。何言ってるんですか。先輩なんか私は全然いい方じゃない。男ができなくなって恋愛不干渉だっていいじゃないですか。私なんかバージンなんだから。え、そうなの。駅前で本当に偶然に会ったんですか。そうなんだよ、愛理ちゃんに会いたいなと思ってたら駅前で偶然。ねえ、そんなことってあるんだ。あるのよ、これが。これはもう運命だね。運命ですか。あ、ごめん、俺ちょっとトイレ行ってくるわ。ねえ、本当に駅前で偶然会ったの。まさか、同伴してくれそうだったから駅前で張ってたの。だよね。ああ、ごめん、携帯大丈夫？携帯ちょっと確認してみるからさ、めぐちゃん俺の携帯にかけてみてくんない。ああ、川野さんったら見えそんなにめぐの携帯知りたいんだったらそう言ってくれればいいのに。もう負けたか。そしてこれで川野さんとめぐはお友達。はい、よっしゃー、ただの客からお友達に昇格。友達から始まる恋もあるなんてね。なんてね。ねえよ。ないよね。遊びでしか恋はしない、本気で恋はしない。咲先輩よりずっといい。もしもし。あ、もしもし、咲、元気してた？あのさ、今日暇？もしよかったらさ、会わない？うん、いいよ。何時にどこにする？ねん？私のこと好き？好きだよ。なんだよ。私たちって友達？うん、そうなんじゃねえの。虚しいって思う？こういうこと。俺は楽しいけどね、楽だし。じゃあずるいって思う？どうしたんだよ、冷めるようなこと言うなよ。私も楽。じゃあいいじゃん、お互い楽ってことで。でもさ、それって分かり合えてるから楽なんじゃなくて、ここに気持ちがないから楽なんだよね。
友達って言うけど、ここには友情もないよね。そりゃ。ごめん。私帰るわ。え？